皆様にはここが熱いというシーンを選んでいただきました。なぜそのシーンを選んだのか、ネタバレギリギリの範囲でお話しいただければと思います。はい、こちらです。タケミチとアッくんの自転車2人乗りのシーン。はい、なぜそのシーンを選んだんでしょうか。このシーンにたどり着くまでに、タケミチとアッくんという2人の物語はいろんなこうことが起こるわけですよね。だからこのシーンはなんかタケミチの中ではこうより一層アッくんに対しての思いっていうのがすごく溢れるシーンになっていて、で磯村くんは僕二十歳の時共演してからずっと仲良くさせてもらってて、その実際の2人の絆だったりで、作品の中で描かれるタケミチとアッくんのもう切れない絆っていうのがすごくリンクした瞬間だったので、僕はもう撮影の時からすごく好きなシーンではありました。はい、このシーンでの何かこう思い出というかエピソードありますか。これも多分一回撮影が止まって再開してすぐぐらいに撮影だったんですけど、なんかこう最後立ち去る時に磯村君が座ってるんですよ、うん、その座り方かっこよかった自転車の決めてた座り方が地べたに座ってるんですけど、地べたにすごいかっこつけてたなっていう、おいかっこよかったそれが、ね、ということですけど磯村さん。いや、だからこのシーンすごい照れくさいシーンでもあったんですよ、まあ、これは監督とも話して、いやこれ照れくさいねみたいな、でもその照れくさくて言うところがいいんだよっていうのをずっと監督が言ってたんで、すごい照れながらも竹道に最後まあね伝えるんだけど、まあとにかく格好つけてごまかそうと思ってますなんかアッくんってすごいキザなキャラクターというか、はい、意外とそのアッくんが言う一言一言ってすごくストレートで愛が深いメッセージだったりするんですよ。それが最後に聞けるシーンでもあります。同じ高校の溝子五人衆でのこの撮影の現場の雰囲気というのはどういう雰囲気だったんですか。多分この作品でいろいろこう、まあ、動き出した時に真っ先に溝子五人が集まって本読みみたいな、そうだ、ね、空気を作る時間、とにかくなんかテンポだったりなんか溝子だけでもかなり個性が強いので、なんかそういった中でのなんか演じてるとかじゃない、もうなんか普段一緒にいるからこそ生まれるテンポとか、なんかそういうのを最初にやって、その後僕がご飯をみんなに誘って昼から飲んだよね。そうだね、うん、当時まだ自粛入る前だったんで全然飲めたんですけど、はい、昼から飲んで気持ちよくなって気持ちよくなってすごい楽しい時間を磯野さん、やっぱりそういう時間というのもかなりこう役柄にも影響あったんですかね。いやもうすごい影響あったと思いますね。最初の院前からそうやって匠がセッティングをねしてくれたりしたんで、もう何の迷いもなく溝子5人 の空気感が出来上がって院できたんで、すごくいい時間を過ごしたなと思いますね、うん、はい、そんないい雰囲気が出ているこのシーンにも注目していただければと思います。では続きまして、山田さんが選んだ熱いシーンを教えてください。はい、マイキーのラストのシーンです。はい、いいですねこちらのとても重要なシーンなので、はい、今回ちょっとモザイクでこういう風にしていただけると助かりますね。ちょっとまだお見せできないので、ぜひ劇場でご覧いただければと思いますけど、なぜこのシーンを選んだんでしょうか。いや、もう本当にどのシーンも素敵で、どのキャラクターも本当に僕も試写見た後にみんなすげえなって思ったぐらい、もうどのシーンも素敵だったんですけど、まあこうこのシーンはまあ吉田亮君演じるマイキーとドラケンに関わるまあシーンではあるので、そこでの彼の顔が、あ、こういうふうに人に思われる人間になりたいなっていうふうに思って、でもし仮に、まあ、これ個人的になんですけど、僕がそうなった時にそういう顔してくれんのかなっていう、なんか二重の嬉しさがありまして、もうすごいいいもうカットだったんですよ。そのカットはちょっと今何言ってるか分かんなかった。分かんない。だから個人的にこう、まあ、プライベートでも仲良くしてもらってるから、はいはい、俺がもしそうなった時にね、あ、なるほどね、亮がそういう顔してくれてるのかなって
想像しながら見てたから、はい、俺はちょっと人より倍ちょっと嬉しさがあるかもしれないあのシーン。なるほど。そういう風にも見れたっていう。だから誰かを思ってこういう顔ができる、でこういう人をされる、こういう顔をされる。え、何、なんかおかしなこと言ってます。ちょっとざわついてますけど。どうぞどうぞ、ね、しっちゃかめっちゃかになってきて伝わってない、あんまり伝わってない。でもその調子で言ってほしい。その調子で言ってほしい。まあすごくいいんですよこのラストシーン。いいシーンですよね、はい、本当にいいシーンですからね。まあ、だからぜひ劇場で見ていただきたいっていう、はい、話です。山田さんと吉沢さんですよね、この撮影現場でドラケンマイキーという最強コンビとして、まあ、タッグを組まれてますけれども、何かこう最強コンビとして意識していたことってあるんですか？あんまないですかね、うん、てかっていうのも、まあ、本当に過去にも何回も共演させてもらってて、すごい僕としてはもう友達としても役者としてもものすごい信頼してる人なので、なんかあんまりそういう現場で何かお互いにこう話して何かを調整するとかっていうよりかも、なんかお互いがこう自然に出たものが、フィーリングがもう何も言わなくても合うんじゃないかなっていう安心感はもうインする前からずっとあったので、特になんか話し合ったりはしてないですね、うん、してないですね、うん、はい。マイキーとしての彼のセリフを聞いた瞬間にすごくなんか安心したんですよ。なんかその感覚があって、あ、なんか、あ、マイキーでよかった、リョウがマイキーでよかったって、なんかこうそのマイキーの声を聞いた時に思ったんで、なんか僕の感覚が間違ってなければ、はい、最強のコンビだと思ってます。最強のコンビの、またこのシーンは本当にいいシーンなのでね、ぜひこれは劇場でご覧いただければと思います。さあ続いてですね、杉野さんが選んだ熱いシーン教えてください。はい、僕が選んだのはこちら、こちら、マイキーとドラケンが初登場するシーンです。はい、うん、初登場シーンということですけど、なぜこのシーンが、なんか、この映画を見てる時に、あ、なんか空気感がもう、あ、くるくる、やばい、くるくるっていう、それがなんかできてた、できてたっていうか、おこがましいけど、あって、うわ、なんかこっちまでゾワッとしたんで、あ、だからこれ実際に現場ね、僕とかほとんどいなかったので、どういう風だったんだろうなっていうのは純粋に気になったし、あとなんかマイキーのどら焼きの食べ方なんかいいなって なんだろう、もうそれは個人的なフェチなのかもしれないですけど、なんかどら焼きの食べ方いいなって思って、なんかこのシーン選びましたということですけれども、やっぱりこの初登場シーンというのもかなり存在感が光るシーンでしたけれども、お二人何かこうこだわりというか何かあったんですか？こだわり、まあでも実はこの僕たちが登場するまでの下り、うん、結構このシーン長くて、そこまで結構あの清正と武道がバトってたりするんですよ、はい、そこまでは実は自粛前に撮ってて、うん、そっから先が撮れなくて、そっから先を自粛明けの、てかもう今年入ってから撮ったんですよ。で結構期間が空いて、今年なんですね。そうなんですよ、今年の頭に撮って、だから結構その緊張してましたね、やっぱりその当時のマイキーをやれるのかっていう緊張感もあったっすね。その満を持して感っていうのはすごくあるので、でそれでいてめちゃくちゃ強い2人で、めちゃくちゃこう すごいチームをまとめてる2人に見えなきゃいけないっていう、そのプレッシャーは多分2人ともこう持ちながら、だからこそ緊張したんだろうし、まあ、ここで一発こう凄みを見せておかないとっていうところはかなり思ってましたね。はい、このシーンには北村さんと鈴木さんもいらっしゃいましたけども、この撮影現場での最強コンビというのはいかがでしたか？北村さん。いや悔しかったですよ。悔しかった。このシーン計3日撮影してるんですよ。はい、でまあ2人が登場するのは今年の1月だったんですけど、それまでの2日間で清正と武道の戦いをずっと撮ってて、もうボロボロで、特殊メイクとかももうバンガンするみたいな、一番ボロボロになるし、はい、でいざ2人登場したらもう全部持ってかれるんで、うん、僕って2人が登場するシーンって大体こう満を持してなんですよ、いつも、うん、その前って必ず武道ボロボロになってるんですよ。そうですよね。僕は前座ですかっていうなんかタイミングが多くて、
一番それのパワーがすごかったのが確かに。そうだよね。持っていかれたと。必死にさ、あーってやってたのにさ、俺ポーンってトコトコトコって歩いてポーンだったもん。一撃でスーンだった。一撃で。あれはちょっとね、申し訳ないなってのあります。そんだけ二人の醸すオーラが現場をこう静かにさせるというか、うん、役に入った途端に、いやそこにはもう僕ももう黙らざるを得なかったんで、本当すごかったですね。その竹道と相対していたのが鈴木さんですけれども、はい、このシーンいかがでしたか。いやかっこよかったですよ、二人登場して。僕そこまでめちゃくちゃ一番強いんじゃないかこいつっていうキャラクターだったんですけど、言っていいのか分かんないけど一撃でやられたもんな。一撃で倒したよ、ね、一撃だったね。気持ちよかったですけどね。でもなんかだからこそこの二人がめちゃくちゃ強いっていう説得力もあのシーンですごく見てくださる方々に伝わるかなと思いますね、はい。さあこのシーンですが、初登場シーンかなり時間がかかった、間が空いたということですけれども、花房監督このシーンに何かこう思い出というか何かありますか。初っ端取り切れなかったんですよね、うん、延々その竹道と清正でガッツンガッツンにやってて取り切れなくて、もう完全にセッティングもできてマイキーもドラケンも早く来たくてうろうろしてるんですね。そうだ、階段上で、はい、なんだけどすいません取り切れませんって謝った覚えが非常にあります。思い出した、はい、そうですよね。そうでした ね、はい、これね。でそっから8ヶ月ぐらい空けてもう一回だったんで、いや感慨深いですねここはね、はい。そうですか、ありがとうございます。さあ続いて今田さんが選んだ熱いシーン、はい、教えてください、はい。私は竹道と直人のあのブランコのシーンです。うん、このシーンはなぜ。でっかい中学生竹道と直人が初めて出会うシーンで、直人がちょっとやられちゃってたんですけど竹道が助けるシーンで、なんかこうそっからいろいろ物語が始まるんだなみたいなのがすごいワクワク感もありながら、なんかちょっとかっこよかったな竹道って思うし、なんか直人もそこからなんかいろいろと考えて将来これどこまで言っていいんですかね。難しいね、難しい。直人が将来いろいろ考えていろいろなるんだなって。ネタバレに気をつけるとそうなっちゃいますよね。ワクワクしたシーンの一つです。はい、この写真が出た時に間宮さんちょっと笑顔がこぼれてましたけども、デカ中学生だ。いやそう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 、びっくりするぐらい登場してきた時にデカい中学生が出てきたから、一番背高いのに3人に囲まれて、そう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 、これ買ってたりするじゃないかみたいなね。でセリフでもさ、原作にはない、そうなんですよ、そんな図体でかいんだからみたいなのも面白かったし、うん、あんな身長の中学生はインターハイでバスケした方がいいですね。絶対に。そうなんですよね、この本作では中学生役からこう未来の大人の直人、まあ、幅広い年齢を演じられたということですけど、杉野さんこの難しいところっていうのはありましたか。難しいところ、はい、どうでした監督。どうでした。ね、小学生もやってるし。あ、そうですね。でもなんかそのでもなんか見えたもんね中学生にね。そう、その当時は見えたはずなんですけど、映画で見た時にあれやばくねってちょっと思っちゃった。大丈夫でした。大丈夫でした。自信持ってこ。大丈夫大丈夫。監督大丈夫ですよね。周りの不良も好きに喋らしてたら、お前毎日牛乳飲んでんだろうとか言ってるんですよ。そう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 。みんなすごいそこいじるんだよね。そういじめっていうよりいじられたっていう感じだったんですよね。でもなんかそのここが中学生のシーンが、自粛前とかに撮ったんですよ、うん、はい。でこの次にこう現れるのが大人になった直人なんですけど、それが言っちゃダメ、言っていいか、なんかその次のシーンがもう大人に切り替わるんですけど、それがもうクランクアップのシーンなんですよ、うん、そうだね。だから1年間で結構顔変わったなっていうのは楽しめるかもしれないですね。いい具合にこう時間が経ったっていうことですかね。いい具合に経って、なんかラッキーでした。
功を奏したということで、はい、ありがとうございます。